今年は貯蓄から投資へが盛り上がるかもよ。僕としても適切な形で貯蓄から投資へが盛り上がるのは嬉しい限りです。新 NISA などが起爆剤となって小金持ちが増えればいいなと思っています。ただ、このニュースを見ていて気になった点が2つあります。1つ目は、あるネット証券幹部が明かした衝撃の事実。NISA で投資を始めた人のうち3割から4割は株の信用取引や外国為替証拠金取引、通称 FX などの他のサービスを使うっていうものです。投資を始めたばかりの人にリスクの高い信用取引や FX 取引は全くお勧めできません。多くの人にとって資産運用は新 NISA の範囲で 十分でででですすす気にななった点2つ目はは座座のの稼稼働働率の低さです稼働している講座はなんと全体で7割ほどだそうです当たり前ですが、NISA 口座を開いただけではお金が増えることはありえません。せっかく口座開設っていう第一歩を踏み出したのに未稼働のままで終わらせたら意味がありません。NISA はお得な税制優遇制度です。まずはネット証券で NISA 口座を開設。そしてその口座をきちんと稼働させて有料な投資先に投資しましょう。小金持ちを目指すのに信用取引や FX 取引は基本的に不要です。注意点を守るだけでプロにも負けない90点以上の資産運用ができるはずです。